皆さんこんにちは。今日は北海道の帯広に向けて進んでいきたいと思います。今はですね、洞爺湖温泉からバスに乗って JR の洞爺駅にやってまいりました。ここから帯広までは約300キロあります。300キロの行程を1回の乗り換えを挟みまして約4時間で走り抜けます。北海道は新幹線がありません。正確に言うと函館まではあるのですが、北海道の都市間を移動するという新幹線はまだ先の建設になっています。東京名古屋間っていうのは360キロちょっとあるんですね。でも1時間半ちょっとで行けちゃいますよね。新幹線、いや早いです。ただ北海道の特急もね、それはそれで味があるものです。今回は特急北斗に乗っていきます。皆さん本日もよろしくお願いします。さて、洞爺湖温泉を満喫した後、帯広に向かう理由は北海道ホテルというところになります。北海道ホテル、皆さんご存知でしょうか。サウナが有名みたいなんですよね。あとは温泉のモール泉、聞いたこともある方もいらっしゃると思いますが、黒っぽいお湯ですごくこうぬるっとするというかですね、肌に良さそうな泉質なんですね。結構名物の泉質なんですけど、これとそのモールの温泉をサウナの中でロールするっていうようなものを受けてですね、有名になった、サウナ知らんにも取り上げられたことのある施設になります。そちらと帯広は結構豚丼が有名なんですけど、そういったものグルメも合わせて楽しんでいきたいなということで帯広に行こうと思います。合わせて南千歳から帯広抜けて最終的に釧路、そして根室の方まで、最東端ですね、日本の最東端の駅まで行きたいと思っています。いや、北海道はさすが広いですね。まずは海線と呼ばれている室蘭本線の方を通っています。さあ、室蘭本線というのは長万部という駅から岩見沢という駅までを結んでいます。室蘭本線という名前ですが、室蘭本線本線の方には室蘭駅はないんですね。その代わり東室蘭という駅があって、支線である室蘭の方よりも最近は東室蘭の方が栄えてるみたいですね。さて、南千歳駅まで来ました。南千歳駅はもともと千歳空港駅でした。今は支線が出ていて新千歳空港駅というものがあります。空港がね、昔はこの近くにありました。今は新千歳空港なんでね、新とつく通り場所が移動したんですね。 JR の駅も新千歳空港駅というものができました。さあ、ここは乗り換え地点です。南千歳、今度は特急大空に乗って関所線に乗り入れていきます。室蘭本線も関所線もどちらもですね、やっぱり石炭、炭鉱というところが北海道の開拓に多く関わっているんですけど、そのための輸送手段ということで、もともとはできたという経緯があるみたいですね。関所線の途中駅に新夕張という駅がありますが、そこから本当はですね、夕張支線というのがあって、夕張駅、夕張の都心の方まで行けたんですね。今は廃線になってしまっています。さて、帯広駅に着きました。帯広駅どうでしょう。結構大きいですよね。駅前の広場も綺麗です。整備されています。さあ、片側商店街側の方にやってまいりました。メガバンクの支店もあるぐらいですから、やっぱり帯広っていうのは大きな街なんだなと。道民院もあります。私が多分初めて泊まった道民院ここなんじゃないかなっていう、子供の頃の記憶なんであれですけど、初めて食べた夜泣きそばに感動した思いがあります。さて、このまま進んでいくと、左斜め前に見える白い建物は、こちらはもう地場百貨店ですね。藤丸さんと言います。歴史も非常に長い建物で、23年1月で一旦閉店となるようです。地場百貨店はどこも厳しいという状況でしょうか。さて、こちらアーケードの中にあるラーメンみすずさんに来ました。
こちらは観光案内所でおすすめしていただいたので、ちょっと地元の方にも人気ということでやってまいりましたなんですけどね、このラーメン屋さん知りませんでした。さてこちらのラーメン、普通の醤油ラーメンに見えるんですが、野菜がですねオイスターソースで炒めてあるみたいですね。そのアクセントが非常に効いていて美味しかったです。さてその向かいには六花亭の本店があります。こちらはサクサクパイ、これが美味しいんですよね。これ帯広に来ないと食べれないんですけど、非常に美味しいです。ぜひおすすめですね。これは帯広空港の六花亭でも買えますので、ぜひこれは食べていただきたいなと思います。六花亭というとマルセイバターサンドとか、ね、有名なお菓子ありますよね。全国的にも有名だと思います。帯広はスイーツの街とも言われてまして、その他にもスイートポテトとか、あとはバームクーヘンが有名な龍月とか、そういうお店があります。さて駅の逆側に来てみました。遠くに長崎屋が見えますね。最近は数が減ってしまった長崎屋。さあこちら駅をですねまっすぐに進んでいきますと、このような公園のようなところに差し当たります。もともと北海道ホテルっていうのは駅前にも支店があったそうなんですが、今は JR インという JR 北海道がやっているホテルに新しく変わっているようですね。さあ今回サウナを楽しみにしてきた北海道ホテル、こちら歴史をたどりますと1899年からということで、もうすごいですよね。100年以上選手ということです。こちらが北海道ホテルです。ちょっとアイヌっぽい模様ですよね。こちらの建物は2015年にリニューアルされていますので非常に新しいです。こちら何がいいかというと、やっぱりサウナになるんだと思います。実際入ってみて分かりましたが、サウナ室自体はですねそこまで広くはない、むしろちょっと狭めなんですが、ロウリュができます。そのロウリュって普通石にかけたらすぐジャーって言うと思うんですけど、そうじゃなくてですね溜まってじっくりとこう蒸気を出していくというタイプみたいなんですよね。なのでムラがなく非常に過ごしやすく、ただですねしっかりと湿度があって汗をかける、そういうサウナでしたね。壁にロウリュできるウォーリュっていうのが結構有名で、ね、いろんな YouTube とかでも動画になってますよね。それをやってみたくて行ったんですが、非常にやってみてよかったなと思います。なんともゆっくり温まる、癒される、そんな施設でしたね。水風呂はキンキンに冷えてましたし、外の外気浴、こちらもスペース的には広くはないんですが、しっかりと涼むことができました。風がねすごく当たりますし、何より足元に温泉がこう来るようになってるんですよね。ジャーッと来るようになってて、まあ、それもなんかまたおつなものでしたね。さて北海道ホテルのモール線に入ってサウナで整って、豚丼豚揚げさんでお土産を買って最高の帯広になったんじゃないかなと思います。今日は帯広に泊まるというわけではなく、この先の釧路まで行ってから泊まりたいと思います。その模様はまた次の動画で。さあ帯広いかがだったでしょうか。帯広はスイーツ、豚丼、有名なものがいっぱいありますね。ぜひ皆さんも行かれてみてはいかがでしょうか。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。